ざわざわ、なんだこの骨、キンキンに冷えてやがる。引き金機械犬、引き金機械犬、引き金機械犬、だがそれでいい。こんにちは、アスムジャーです。今日はルパンレンジャー vs パトレンジャーと遊ぼうスーパーについてくるトリガーマシンデックで遊びます。こちらは税込みで999円です。この箱に入ってるみたいですね。裏はこんな感じです。じゃあ開けますね。こんな風に入ってました。出しました。このミニ四駆の写真みたいなやつに上のボディをつける感じですね。犬の鼻とパトランプが塗装されてます。パトランプはですね、メタリックレッドで綺麗です。シールは全部で5枚です。貼りました。ちょっとですね、目のシールはですね、ちょっと貼るの難しかったです。一応こんな感じですね。あと説明書はこんな感じです。トリガーマシンダックバンダイオーイエス。こんな感じですね。シールの貼り方と連、あ、これ、なに、連動遊びとかですね。とりあえずね、音声確認しますね。鳴き声がいいですよね。ちなみに出動の後は猛犬注意って言ってました。まあそんな猛犬って感じではないですけど、まあ、身を寄ってなんか色的にも土佐犬みたいな強いに見えないこともないかなと思います。テレビくんの付録のトリガーマシン1号爆笑クリアバージョンと並べるとこんな感じです。リデコとかじゃなくて色が違うだけのリカラーなんですけど、全く違うように見えますよね。多分パトランプの部分は同じメタリックレッドでしょうかね。あとは第1弾のペイントダイヤルファイターと並べるとこんな感じです。これの第3弾は出るんでしょうかね。あとはですね、あのユニクロのやつですね、このフラッシュとプリズムを一緒に並べるとこんな感じです。やっぱレッドは主役なので恵まれてますよね。いろんなパターンが出ました。そしたらですね、いつものように一応分解しておきますね。まずパトランプが取れるんですよね。で、ここちょっと硬いと、おお取れた。で、あとバンパーが取れるんですよね。あれ、あれ接着、あ、接着された。おー、ですね、ここが接着されてるとここも分割できないですね。これ これ自体も接着されてる。でも開くかな。ここは取れますけど、結局ここは取れないと、もう取れないですね。ですね、なんとかここは開けることができたんですけど、結局ここは接着されてるので、やっぱり分解はこれ以上できないです。残念です。じゃあ元に戻しますね。踏んで、ここつけて、よし、パトランプ、OK。 結局これの時も取れなかったんですよね。この接着されてやがるんですよね。もう爆笑クリアはですね、すぐ取れるんですよね。だからこれは完全に分解できたんですよね。あ、ここ硬い。あ、ここはちょっと難しい。あ、ここ
これとかちょっとこういうのこういうの使っておお分解できますね。これでこんな風に真っ二つにできるんですよね。まああとはこれも取れます。こんな感じですね。まあ、あとはタイヤも取れますけど、これ硬いんでね、ちょっとあんまおすすめできないですね。これ割れたらちょっともう真ん中になりますからね、やめておきます。そしたら元に戻しますね。まずこれよいしょ、止めて左右を合わせるんですね。で、バンパー上で、パトランプ、こんな感じですね。あとはですね、これクリアパーツじゃないんで光らないですね。まあ、うっすら、まあちょっとお、こんな感じですね。ちなみにこの本についている付録はこれだけで、他はですね、あの迷路とかいろんなゲームですね、そんなのができるみたいですね。あとは裏表紙に新しい戦士の武器ですね、デラックスエクスチェンジャーの紹介が載ってますね。これよく見たんですね。7月14日来月発売ですね。で、あのこれ2モード変形反転させてするんですけど、これ分離もできるみたいですね。新幹線と SL みたいな感じです。いやーこれ楽しみですね。これ分解したらめちゃめちゃ面白そうです。というわけでトリガーマシンドックで遊んでみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。